それでは続きまして、消防団 PR 地震発生レスキュー隊は消防団をご覧いただきます。皆さんこんにちは。はいはい、これからですね、消防団のマスコット翔太君とともに消防団の PR を行いたいと思います。皆さんは消防団をご存知ですか？消防団は消防の組織ではありますが、そこに属している消防団員の方々は普段さまざまな職業についていながら、いざ火事があったときには消防職員と一緒に消火活動を行ったり、日頃の防災訓練などを住民の方々で行うなど、身近なところで皆さんの安心安全を支える活動をしております。現在横浜市には20の消防団があり、7300人を超える消防団員が活躍しています。また近年では女性の消防団員も増加しており、横浜市も1割は女性の消防団員です。今日は皆さんに消防団の活動を知っていただくために、地震発生から消防団員が出場して救助活動や応急手当の活動を行う様子をご覧いただきたいと思います。では始めます。ちょっと待ってください。少し待って。はい、場面はクリーニング屋さんです。 A さんは港消防団の消防団員です。普段は町のクリーニング屋さんです。 A さんのお店に消防団員の B さんが洗濯物を持ってやってきました。こんにちは。こんにちは。どうも、佐々木さん。どうもどうも。寒いね、この店。寒いね。これさ、クリーニングちょっとお願いしたいんですけど。ああ、了解しました。自分たちのユニフォームですね。そうです。共鳴ですか？いや、そうじゃないんだけど、お願いします。承知しました。よろしく。一方、街中では C さん、D さん、E さんが井戸端会議をしています。3人とも港消防団の消防団員です。どこ行ってきたの？スーパー行ってきたの？え、何行ってきたの？私も行こうかしら。なんか揺れてない？地震だわ。地震だわ。地震。地震。頭隠して。今オンラインの斉藤さん。横浜市内に震度6弱の地震が発生しました。皆さんも地震が発生したら机の下に隠れるなど、その場にあった身の安全をしましょう。どうやら揺れが収まったようです。A さんと B さんはそれぞれ消防団員として着替えて人命救助に向かうようです。巡回行った方がいいんじゃない？そうだね、6強だから俺たち出ないと。行こう。出場しました。一方、井戸端会議をしていた C さん、D さん、E さんもすぐさま消防団活動に移るようです。うちの方確認してそれからまた集まりましょう。はい、わかりました。じゃあ後で。後で。はい。このように消防団員は震度5強以上の地震があったときに自動的にあらかじめ定められた場所に参集し、消防団活動を行うことになっております。どうやら先ほどの建物で倒壊した家屋があるようです。建物の中に閉じ込められてしまった人がいるようです。先ほど一旦あらかじめ定められた参集場所に集まった消防団員が災害現場に出場してまいります。消防団が現場に到着しました。関係者がいる模様です。関係者と接触します。隊長が倒壊した家屋を確認しております。大丈夫ですか？了解しました。大丈夫ですか？消防団員にチェーンソーの搬送を指示しました。隊長は倒壊した家屋から中に侵入する場所を探しております。チェーンソーが現場に到着しました。了解しました。
会長が開口部の位置を指示しました。これからチェーンソーで開口部を開けます。ただいま倒壊した家屋の開口部を開けます。開口部が来ました。隊長が中に入ります。要救助者を発見しました。他の隊員も中に続きます。2人で屋外に搬送します。どうしましたか？どうしました？どうしましたか？はい、左足骨折。はい、倒壊した建物の中から女性1名が救出されました。女性は足を負傷しております。休止した女性に対し、女性消防隊が応急手当を実施しております。大丈夫ですか？はい、はい、はい、三角筋すごく当てられました。はい、三角筋で固定します。固定器具で足を固定しているようです。三角筋を活用して足首をしっかり固定しております。はい、固定終わりました。足の応急手当が終わったようです。はい、終了、搬送します。これから足当てを終えた女性を医療拠点に搬送いたします。はい、はい、搬送開始。はい、はい、ご覧いただきましたように消防団は皆さんの身近にいて、災害から皆さんの安心安全を守っております。本来でしたらここで訓練に参加していただいた消防団の方にですね、PR をしていただきたかったんですが、時間の関係がございますので、私の方からただいま横浜市の消防団では消防隊員を募集しております。皆さんの力強い地域を守る温かい心をですね、消防団に入って一緒に皆さんと活躍していただきたいと思います。消防団に興味のある方、身近のですね、消防署、消防団にですね、ご連絡いただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。以上です。